マウンテンバイクを買い替えたい。俺が持ってるマウンテンバイクはスペシャライズド B。言うまでもなく世界最高の E バイクと言っても過言ではないバイクの一つ。その上り性能と下り性能の素晴らしさときたら、上り性能は電気の力で最強。下り性能も E バイクにもかかわらず普通。この普通というのはいい意味での普通である。通常 E バイクは重量が重いためもっさり感が否めないのだが、スペシャライズドビーボはこんなに普通なのは本当にすごいと今でも思っている。さて、このバイクよりもいいバイクなんてそうそうないものなんだが、なぜ買い替えたいか。3つのポイント別にまとめてみた。1、ペダルバイクに乗りたい。上り坂は楽して上り、楽しい下りだけを存分に楽しむという、これこそが E バイクならではの楽しみ方であり、その楽しみ方は十分分かったつもりだ。しかし、やはり自分は汗をかく。体力を使って登ったり走ったりすることが好きで、まだまだ体も動くし、その楽しみ方で走りたいと思った。2、国内 MTB イベントに参加したい。海外輪行したい。 ENS 大滝ウィスラーにも行ってみたい。となると、 E バイクのバッテリー部分はほとんど飛行機輪行に乗せることができない。乗せられたとしても取り外したりなんないと非常に面倒くさい。やはりあちこち持っていくならバッテリーはついてない方が楽。3、好きな乗り方はダウンヒルがメイン。日本でまともに走れる環境はまだまだ少なく、大きな MTB パークはほとんど下り系。自分の行動範囲で楽しいのは伊豆、富士店、富士見パノラマといったところ。トレイルも楽しいのだが、グレーゾーンが多すぎてややこしい。動画化するにも気を使う。ってな感じで買い替えを決意。どんなバイクにしようかなと迷いに迷って、ふと頭に浮かんだメーカーがあった。キャニオン。そういえば所有したことがなかった。どうやって届くのか、関税はいくらなのか、送料はいくらなのか、調べればいくらでも出てくるかもしれないが、実際に試してみても面白いかなと思った。早速サイトを覗いてみると、何やら送料無料キャンペーンをやってるではないか。しかもまとめ買いすると安くなる。在庫処分セール対象品もちらほら。これは運命なのか、神が俺にポチる舞台を用意してくれたと言っても過言ではない。キャニオンの MTB のラインナップはめちゃくちゃ種類が多く、かなり細分化されている。バイクの種類によっては29インチ、27.5、それぞれミックスさせたマレットとラインナップがあり、さらにコンポの種類もたくさんありということで、まあ膨大な数のバイクが存在している。そんな中目に留まったのはトルク。世界的に人気のジャンル、エンデューロバイクと呼ばれるもの。ざっくり言うと、上りも行ける下り系ダウンヒルバイクで、一日中登っては下ってを繰り返すエンデューロレースのためのバイク。基本パークだけど、たまにトレイルに行く俺としてはまさにこれだった。いろいろある中で突如現れたセール対象になっているバイクを発見。もう一つのバイクと比較しても値段がほぼ変わらず、ただ中身を見ると素人の僕ですら分かるスペックの差。これはすごい。 M サイズラスト1台。マジか。キャニオンは言わずもがな、発売されると瞬く間に売り切れてしまう自転車業界の中では異例中の異例メーカー。欲しかったロードバイクが発表と同時に売り切れて苦い思いをした人は視聴者の中にもいるはずだ。とはいえ、一応ダウンヒル友達の翔也君に連絡。僕の師匠でもあり、 MTB のことなら何でもござるな彼。最近静岡にショップもオープンしてとても忙しいにしているものの彼に相談。この値段でこのスペックはやばい。狂ったようにカートに入れた。そんな先人たちの経験を見てきたからこそ、急いで備品や必要なものをカートに入れ、持てるタイピング力を全て使いポチリ。祈った。変えた。間違いない。確認メールも届いた。そして届いた。関税は送料をもろもろ合わせて4万円ほどだった。どうやら送料無料はセール対象以外のものだったようだが、今さら僕にとってはどうでもいいこと。欲しかったサイズ、欲しかった色、お買い得すぎる最後の1台を購入することができたこの優越感は、送料2万円では賄うことは不可能。開けてみる。たかが段ボール、されど段ボール。見せ方次第でこんなにもワクワクするものか。
この段ボールは輪行用に使うかもしれない。取っておくとしよう。組み立ては驚くほど簡単だった。ロードバイクと違い、僕のバイクはフルサスペンション MTB。 サスペンションが2つついていて、ドロッパーポストもついている。非常にややこしいはずだが、それを忘れてしまうくらい分かりやすいマニュアル。動画でも詳しく開封動画があったおかげでスムーズに組み立てられた。これは僕の新しい MTB、 キャニオントルクマレット CF9。